結構ね、タイ輸入がすごいすごいって結構みんな言ってるんですけど、まあ、タイ物販だけしかやったことがない人とか、タイ物販だけしかやらない人が目をつけないところに目をつけるっていうのが、まあ、我々の強みかなと思って、で2枚目開いてみていただきたいんですけど、原型中国で作って加工をタイで行うっていうパターンが、まあ、一つ面白いかなっていうふうに思ったんですよ。で実際村井さんがこの方法を、まあ、簡単に言えば選んでて、革製品が有名でカービングの加工はやっぱり中国にはない技術なんですけど、三原理で商品選んでそれをバンコクの工場に投げてカービングしてもらうっていうやり方、もしくはまあ原型があればそれをタイに渡してバンコクの工場でまあ生産とカービングをしてもらうっていうやり方を行うといいんじゃないのかなと。でこの左側がカービング加工した財布なんですね。で、まあ、非常に精巧に作られていて、ファスナー YKK、まあ、要するに高品質のファスナーで、品質はもう全く何だろうな、何も欠点がないみたいなものなんですけど、左側のこの財布見せてくれた業者っていうのが木村さんはよくわかると思うんですけど、まあ、要するに他の人の作った OEM した商品、 ODM した商品をバンバン見せちゃうみたいな、パソコン画面一覧みたいなところで、なので、まあ、明日は我が身なんで、そういう業者は避けた方がいいですよね。だからこの業者に関しては来年3月までもう日本人の生産でもう予約ギッチギチだったんですけど、結局それってまあ俗に言うタイ物販転売塾のやり方なので、この業者自体が良くないっていうことにみんな気づいてないっていうね。ここで作っちゃったらもうプロトタイプができた時点でもう次に来た我々みたいな人間にパッて見せちゃうわけなんで、あ、じゃあこれ中国で作れるわって言って我々中国で作ったら後出しじゃんけんで勝っちゃうっていう状況に至るので、まあ、ちょっと業者選びは気をつけた方がいいですね。でこれ右のこのなんかタイのマフィアみたいな人たちが、この人実はめちゃめちゃいい人で、野口さんが知り合った方なんですけど、まあ、工場ですね。でタイだとよくあるパターンのでっかい家の中が工場みたいなパターン、工場ってよりはでっかい家なんですけど、そこで家族経営プラス従業員何人も雇ってカービング職人雇ってやってるとこで、ここは、まあ、ちょっと動画とかご覧いただいた方は分かると思うんですけど、あ、この商品は映さないでとか、この商品は隠してとか、そんな感じで、まあ、本当にお客さんの守秘義務を守っていて、まあ、考え方は同じですよね。長く取引するためには信頼関係が大切だからっていうところだったので、まあ、次タイ行く機会があればぜひここは紹介したいなというふうに思ってるとこですね。でここに商品を投げるっていうのが一つのやり方で、ちょっと次のページご覧いただきたいんですけど、今度はここでKさんが登場してますけどね、生徒のKさんが。で、まあ、ちょっとね、お店のロゴとかは消させていただいたんですけど、はい、ここは専売特許ってことで、で三原理で革素材を選んで白雲の工場でサンプル作成、これ木村さんがやられたパターンなんですけど、これまあちょっとタイは関係ないですけどね、こういうやり方もできるよっていうことで2番やらせていただきました。でこのパターンは非常に良かったですね、はい、素材があって原型があるので非常に良いパターンで、ちょっと次のページまたタイが絡んでくるんですけど、商品をタイや中国で、まあ、原型っていうのを作るか既存品っていうのを選んで装飾をタイで行ってプラス YKK をつけるってパターンなんですが、ちょっとこれね、実は日本の某ブランドが ODM で作った商品なんですよ。でこれがまあ要するにその例のバンバンお客さんの情報を見せちゃうお店で写真撮らせてもらえちゃったやつなんで、まあ、結構ね、あんまりお客さんからすればいい顔しない写真なんですけど、この商品結構革の加工も、まあ、独特の加工をしていてすごい精巧に作っていて、あと右側の写真、チェーンつけるとこにがなんかちょっと面白い形してると思うんですけど、これってこのシルバーの925なんですよ。チェーンにシルバーのジッパーのところにシルバーの925のチャームをつけてるんですけど、これはシルバー街で選んできて部品をで、これにこれをつけてくれってことでくっつけたやつなんですよね。
でこれってまあ体完結はできるってことですね。あの装飾はあのシルバーのストリートがあるので、カオサンロードかなっていうところがあるので、そこで装飾もらってきて、で商品の本体は原型があって川のところで作ってもらうっていうパターンもできるなってことですよね。こういうのもなかなかそのタイ物販だけやってる人だと既存品扱ってなんぼみたいな感じの流れがまだ強いので、我々であればやりやすいやり方なのかなと思いましたね。シルバー925の質があまりにも良かったんで、広州もいいんですけど、タイのシルバーの質はめちゃめちゃ良かったですね。で本当のいいシルバーって銀色じゃなくて白色に近いやつなんですけど、そういうのがやっぱタイすごいなっていうのがあったんで、それを部品として使っちゃえっていう一つのやり方ですね。であと4番なんですけど、これはちょっとなかなか手出しにくいと思うんですが、タイで商品仕入れて別に中国じゃなくてもいいんですけど、 WeChat とかで販売代行してもらうのも一つの手かなとは思っていて、でここに商品あげたのって一部メルカリで転売することができないやつなんですね。で上の方っていうのはオイルで、これなんですけど、アベマリさん、これ女性の分だけは買ってきたんですよ、媚び売るために、うん、健全に買い付けてきましたよっていう証拠のために買ってきたんですけど、どうぞこれ もし嫌じゃなかったら開けてみていただければと思うんですけど、これね、これチーン、はい、これ135バーツなので300円ぐらいかなですね、3、400円ぐらいなんですけど、このオイルがこれタイ人のアテンドの人がいきなりタクシーの中でこういうふうにやりだしたんで、何かなと思って、これ何かっていうと、あの香りでめまいとか頭痛、まあ、あと吐き気も大丈夫みたいですけど抑えるような、まあ、タイ独特の製品なんですよね。であとは虫刺されの時にもここチュッて塗るとスーってものすごくスーってするので、虫刺されも緩和されるっていう痒みも、だからこういう既存品でも、なんだろうな、タイの物販の人たちって意外とその牛側がどうだとか A 側がどうだって、なんかでっかい大物というかそっちに走る感じの人が多いので、意外とこういう、あ、今ぜひマリさん嗅がせ歩いていただいてもいいですか嗅がせ歩くって変ですけど、これスーってやってみてください。これスーってプーって、そう、そうです、そうです、まあ発火ですよね、日本でいう。でこれでめまいとか頭痛を防ぐような、だこういう液体物って正直我々中国からで売るとかできないじゃないですか、液体物って危ないんで、だこういう既存品って、すいません、ありがとうございます、こういう既存品ってそれこそ、まあ、メルカリではいけるんですけど、龍角散みたいな、そうです、そうです、そうです。でこれレモンオイル、あ、イエローオイルって呼ばれてて、まあ、これはイエローじゃないんですけど、イエローオイルっていう商品名で売ってて、まあ、薬局行くと、巷の薬局行くと結構あるやつで、まあ、こういう商品はいいかなっていうふうに思いました。木村さんも村井さんもそうなんですけど、具体的な商品ありきっていうことがよく分かりましたね、まあ、なんとなく行ってなんとなくどうこうってよりは、やっぱりタイ行くのであれば具体的な商品を、まあ、中国でも日本でもいいんで事前にあればね、野口さんなんてもう記事までしっかりあって、でそれでやっぱ工場行くともう具体的な話が進むし、その中で買い付けっていうのも結構すぐ、まあ、向こうとしてもね、冷やかしじゃないのはよく分かるので、なんか自分もちょっと工場行った時同時通訳をやらせていただいたんですけど、すごい話もしやすかったし、もうトントンと話が決まって、もう日本に送って何千バーツでって言ってその場でバッて払ってサンプルを送ってくれとか、そういう話が、まあ、今も進められてると思うんですけど、野口さんも村井さんももうそこら辺ガンガンやられてましたね。で村井さんの商品も、まあ、言えないですけど、あ、なるほどなっていう商品ですね、中国にはあるし、生徒さんもめっちゃリサーチしたことあるんだけど、タイのカービングの技術がそこにミックスされたのは見たことないなっていう商品 で野口さんもともと記事自体が、あ、そもそも中国にないよねっていうような記事を扱われたんで、まあすごいなっていうふうに思いましたね。でやっぱり結論とすれば、まあ、自分のコンサルの話なんですけど、まあ、とにかくまず手済ましてみて、売れたらもうその商品ドバッと
広げてったらいいんじゃないのかなって思って、ちょっと次のページご覧いただきたいんですけど、ちょっと自分がやっぱり最近着目してるのが、まあ、ここら辺ですね、小物で。自分のまあ失敗談なんですけど、結局ガッチガチのしっかりしたドレスだとか、ガッチガチのでっかい財布だとか、そういうのをまあ何百ロット単位で入れて結構失敗した経験が自分の物販上多くって、でドレスに関してはまあ買うって言ってもそんな頻繁に買うもんじゃないし、で財布に関してはよくよく考えたらアメリカって今キャッシュレス化進んでるので、じゃあ小銭とお札とカードとドバドバ入れる財布が必要かっていうと、まあ、ちょっと思ったよりは売れないのかなっていう感じはしたんですよね。で実際自分が出して、3、400ロット入れた財布が、まあ、鳴かず飛ばずだった経験があって、お客さんから唯一来たというか、その質問が何回も来たんですけど、 iPhone XS は入るかとか iPhone 7 Plus は入るかっていう質問しか来ないんですよ。だからもう財布じゃないんですよね。もうクラッチバック感覚で iPhone 入れるものとして売るのであればいいとは思うんですが、ちょっと今の時期考えると、こういうベルト、手袋、あとは帽子で、この帽子も昔結構よく生産調べてたんですけど、こういう防寒系の帽子って最近意外と調べる方少ないので、ここら辺っていうのは手出しやすいかなっていうふうに思いましたね。で次のページご覧いただきたいんですけど、何書いてますかね。あ、とにかくそうですね、なるはやで手済ましてみるのがいいんじゃないかなっていう話ですね。ではここら辺は手済ましてみれば分かるっしょくらいノリで進むといいっていう話です。でその次のページ写真が入ってるやつなんですけど、まあ、これが、まあ、写真顔出してもいいっておっしゃってたんで出させていただいた、その九州で実店舗3店舗を経営されている方なんですけど、もうこの方たちの買い付けがえぐくてですね、お店入って5秒でおみ商品ドドドドドドドって選び出して、これ全部っていう感じで買い付けて、まあ、実店舗の人だからあのレジで商品登録だけすればすぐ店舗に並べられるってことで、もうガンガン買ってたんですけど、これって我々ネット物販セラーもそのまま転用できるやり方だなと思って、特に甲州行った時っていうのは2ロットずつ買い付けて、で、まあ、とりあえず出してみて売れたらそこを広げていけばいいなって思ったんですよね。でその次のページなんですけど、まあ、って言ってもやっぱり手詰まって躊躇している方多いと思うんですけど、簡単に言うと株式とは違って、まあ、商品価値紙ペラになることないので、出してみてでそれが0円になるってことはなかなかありえないってことを考えると、なんて言うでしょう、その1000円のものを1000円で売るっていうのはそんなに難しいことじゃない話 で相場価格下がったって言ってもやっぱり原価割れしてる場合っていうのは日本ほどはやっぱアメリカないので、そこら辺ちょっとその1000円かけたからそれがもう全損失になるっていう感覚はないので、ちょっともうちょっと積極的に手済ますといいなっていうふうに感じたのと、あと1個売れればそこから枝葉のように伸ばしていけば、まあ、常数的に売ることって結構できるので、で自分も今回動画に出したんですけど100万円ぐらいの買い付け昨日もう入金して、1200ロットですか買い付けたんですけど、あれって商品的には1商品なんですけど、まあそういう買い付けに至れるので、もうとにかく看板商品見つけておくといいですよね。で次のページは、まあ、まず目標は1商品100万円ぐらいの1、2商品で100万円ぐらいの買い付けできるようになったら、それなりになんて言うんでしょう、その商品が看板商品になるかなっていうふうに思いました。またタイ・バンコクは行くと思うので、で村井さんはまた来ますので勝手に決めましたけど来てもらわなきゃ困りますんで、そうそう、村井さんと野口さんは来ますぜひまた開催するので、来年やりますのでぜひ来てみていただければなと思います。ちょっと話それちゃったんですけど、現金化の話とか、まあ、そんな感じでやっぱりあれですよね、せっかく中国物販メインでやってるんで、うまく絡めてタイもやれるといいですよね。その A がもう中国がダメだからタイっていう、まあ、アンチマーケティングは、まあ、あれは無視して大丈夫なので、中国で基本的には十分なので、そこにプラスなんかスパイスとしてタイ入れると絶対いいかなと思いますね。というわけです。